ミノル山崎は日系アメリカ人建築家。ワシントン州シアトル出身の日系二世。ニューヨーク世界貿易センタービルの設計者。日系の近代建築家としてアメリカで確固たる地位を築く。アイアのファーストオーナーアオーズで4度受賞。日本でもアシアハマシーサイドタウンなどの設計を手掛けたことで有名である。 1912年12月1日に、富山県出身の日系移民の子として、シアトルに生まれた。父親は、靴職人だった。建築家を志したのは、建築家であった母方のおじの影響だった。学費を稼ぐために、アラスカの酒の観光場で働き、ワシントン大学の建築学科を主席で卒業。ニューヨーク大学大学院で修士号を取得した。 不景気と人種差別のため瀬戸物の放送などの仕事をしていたこともあった。真珠湾攻撃の2日前に日系アメリカ人のピアニストであったテルコ・ヒラシキと結婚。その後、シュリブ、ラムハーモン事務所、ハリソン、フォール・オークスアブラモビッツ事務所、レーモンド・ローウィ事務所などニューヨークの有名な建築設計事務所、デザインスタジオを渡り歩き修行した。 1945年、大手建築設計事務所、スミス・ヒンチマングリルス事務所のチーフデザイナーとなる。1949年、スミス・ヒンチマンの建築設計事務所の同僚だった、ジョージ・ヘルマスとジョセフ・ライン・ウェーバーをパートナーとして、デトロイトとセントルイスに建築設計事務所を開設した。これによって注文が殺到し、過労により解用を繰り返し、 一時帰得状態にまでなったこともあった。その後、パートナーを解消し、セントルイス事務所は、ヘルマス、オバターカッサバウム事務所に、デトロイトは、山崎とラインウェーバーを中心に存続した。1955年、セントルイス国際空港の設計で、翌年には、プルイット愛号団地の完成で注目される。山崎は、パートナー事務所を開設後、4度も、 アメリカ建築家協会のファーストオーナーアウォーズを受賞している。そして、1970年代初めには、彼の代表作である、ニューヨーク世界貿易センタービルに取り組むことになる。1941年、29歳の時に、テルコ・ヒラシキと結婚した。20年連れ添った後、1961年に離婚した。同年、 ペギーは T と二度目の結婚をするが、二年で離婚した。その後、日系人の女性と三度目の結婚をするがすぐに離婚。1969年、テルコ・ヒラシキと二度目の結婚。この頃振り返って、彼は、会わず、A バドボーイ、とコメントしている。なお、テルコとの間に生まれた、長男、太郎山崎は、写真家となり1981年度、 ピューリッツァー賞を受賞している。セントルイス国際空港ターミナルパシフィックサイエンス、センターセンチュリープラザタワーズその他、オフィスビル、空港ターミナル、大学、美術館、公共建築など世界各地に作品がある。東海日以前の WTC ニューヨークワールドトレードセンタービルは、ミノル山崎と彼が率いる建築設計事務所が設計を受託した。 この WTC ビルのツインタワーには、山崎が発案したチューブ構造、鋼鉄構造が採用されている。チューブ構造とは、全体としてはちょうど鳥かごのような構造になっており、外壁部分に建物を支える、縦の柱を無数に並べることによって、オフィス内に立ち並ぶ柱をなくすことができるという、画期的な構造で、ビルの有効面積を大きくし、 賃料収入をより多く売ることができる。WTC ビルは中心にエレベーター、階段、シャフト等で固めることによって、ちょうど中心に構造的に強い幹を配する形になっている。この中心の幹から刺繍に針を伸ばし、これに窓枠を固定していた。ワールドトレードセンターコンプレックスは7つのビルによって構成されるが、そのシンボルは、 ツインタワーであった。2001年9月11日のテロ事件の際、2機の飛行機が WTC ビルに突撃。この2機の飛行機の突撃とそれと共に起こった火災の高熱によって構造を支える外壁が溶解し、ツインタワーは相次いで倒壊することになる。この倒壊はチューブ構造の構造的欠陥にあるとされる。具体的な倒壊のメカニズムは、 ドミノ崩壊と言われている。これは構造を支えていた外壁や柱が溶解することで、それより上部の部分が落下し、その重さによって次々に床が抜け倒壊に至ったとされる。山崎はビルの寿命はせいぜい20年と述べている。その理由として10年後の生活環境を明確につかむことができないのに20年後は考えてみても、 検討もつかないからだと述べている。その結果、現在最も機能的であると同時に、不適当になった場合に、短期間でいかに壊せるかを設計の考慮に入れていると述べている。テロ事件は、施行から27年経過していたわけであり、山崎の考えによれば、WTC ビルは、建築デザイン的には想定の寿命を過ぎていたことになる。あえて言えば、 この撤去の容易さを考慮に入れて設計していたことが意図せざる結果として倒壊を招いたとの批判が見られる。その一方で大きな衝撃を食らったにもかかわらず崩壊までかなりの時間があった。航空機の衝突自体は想定した設計だったという。構造設計をしたレスリー・ロバートソンは設計当時最大の航空機であった。 ボーイング707型機が衝突し、衝突面の3分の2の柱が壊されても持ちこたえる構造だったと語っている。ただし、実際に衝突した航空機が想定以上に大型なボーイング767であり、衝突による火災の発生が想定を大幅に上回っていた可能性がある。このテロによってツインタワーが倒壊したことは設計を行った関係者に 相当ショックだったようで、構造設計を担当した人物がある、講演会で質問に答えた際、感情を抑えきれず号泣したと伝えられる。ありがとうございます。